ただいま。ロボホンの新機能は見守り機能です。見つけた。子供の姿をカメラで検知して親のスマートフォンに家の中の画像を送ってくれます。ロボホンの新型は内蔵カメラが撮影した自宅内の映像を外出中でも確認できます。また子どもの興味を引くため歌ったりダンスをしたりする機能も強化されました。目からビーム出すよ。ビビビビビー。核家族化が進む中、シャープは子供がいる共働き夫婦を取り込みたいとしています。価格は12万円からですが、歩けない低価格版は7万9000円です。